おやすみからおはよう。園田、園田、園田布団店。OBS ラジオ。アナログに恋してる。こんにちは、佐々木久子です。グッドアフタヌーン、太田一郎です。9月19日日曜日のお昼です。皆さん今日はいかがお過ごしですか？連休という方もねいらっしゃると思いますけど、はい、まあ明日はね敬老の日ということで、うん、まあ、僕はもうね両親が他界してるんですけど、久子さんはね、はい、大分市内の横瀬でご両親健在ということでね、ピンピンしてますよ。もうねもう80も近いんですけどね、うん、とても元気ですよ。いいですね、はい、まあ、この公共の電波でねいつも生存確認ね無事を伝えることができてますからね、はい、また余計なこと喋れるかなって。しょうもないって言われるんですよ。さて今日のアナコイなんですが、はいはい、素敵なゲストをお迎えしてお送りします。もうね目の前に今ちらっと声も聞こえましたけどね、はい、いらっしゃるんですよ。大分県で今一番元気な社長といえばもうピンとくる方もいらっしゃるかと思います、うん、宇佐市の清松総合鉄工株式会社代表取締役社長の清松義雄さんです。はい、大分県で一番有名な社長、吉木清松です。せーの、いいねー、ようこそいらっしゃいました、ね、今日はね、この3人で楽しくお送りしたいと思いますよ、はい、はい、さあ、今日もいつものように40分間、ヨッシーと一緒に懐かしい曲をアナログ音源で楽しみます。では、今日も元気に参りましょう。せーの、いいね。この番組は、警備の総合プランナー、朝日警備保障、大分竹町園田布団店、阿蘇九十国立公園に佇む総合リゾート木島高原、ふるさと大分の宝石店ジュエル九宝、富士プロダクション、以上各社の提供でお送りします。会社の安全安心備えしてますか？警備の総合プランナー、朝日警備保障は、あらゆる警備業務を通じて、企業の皆様の合理化、安全保持に確実に寄与し、社会の安寧に奉仕したいと考えています。大分県、福岡県は、朝日警備保障です。温泉使って、ホテルでまったり、翌朝ゴルフに、石鹸絶叫。大人気分、リゾート満喫。木島高原。社長は男、キヤマ総合鉄工カウン、機械は最新、社屋は斬新、キヤマ総合鉄工カウン、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中。さて今日のアナコイはスタジオにゲストをお迎えしてお送りします。改めてご紹介いたします。清松総合鉄工株式会社代表取締役の清松義雄さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。吉井清松です、はい、ね、もうこの声聞くと皆さんおなじみですね。曲もね、最初の曲もですよ ね、はい、あの曲にはなんかタイトルがあったとは。そうなんですよ、これ実はね、グルーブっていうあのタイトルがございまして、はい、うんうん、グルーブってあの溝っていう意味なんですけども、うんうん、あのよく音楽用語でグルーブってこうノリがいいとか、そういうやつですよね。ちょっとノリがいいでしょ、曲ね。もう、もう、祈りですよ。はい。で、鉄骨の中にもね、グルーブっていう、そういう溝を切るっていう、そういう仕事があるんですよ。ですから、なんかグルーブって、まあ、ピタッと合うかなと思って、そういう名前にしてます。オリジナルですよね。まあ、あの、ヨッシーとね、はい、この番組のつながりといえば、まあ、同じ宇佐市でね、はい、会社のイベントなどで、久子さんとご縁があるんですよ、ね。そうなんですよ。よく使っていただきますよ。うん、はい。うん、で、先日のね、原田真二さんの特集のね、時も、うん、このきっかけもいただいたのが、清松総合鉄工株式会社の、ね、はい、まあ、反響がもうすごくってですね。そうなんです、ね、あの清松社長がですね、はい、とその時にいらっしゃったんで、うん、なんとプレゼント3つですね、清松社長から実はプレゼントしてもらったんですよ。そうなんですよね。皆さんそうなんですよ。そうだったんですね、はい、なんか多いと思ったんですけどね。はい、全国からね、結構そうそう、はい、5個もねプレゼントしてもらいましたから、がありましたからですね、はいはい、素晴らしかったです、うん、じゃあね、せっかくですから今日の1曲目は先日の放送を思い出しながらこの曲に針を乗せます。1977年、昭和52年、原田真二でティーンズブルース。
君は違うと信じた。なのに君は僕の手より座り心地のいい幸せ選んだ。都会原田真嗣でティーンズブルースをおかけしました。また聴けるなんて思いませんでした。よかったですね。はい、よし、いかがでしたか。ああ、本当になんか懐かしいね、いい曲ですし、あの、はい、去年うちの会社で、はい、あのイベントで原田真嗣さん来てもらって、はい、この曲も、歌ってもらったんですけども、それも思い出して、もともとですね、あの、はい、原田真嗣さん、うちの女房が大好きだったんですよ。ああ、世代的に、はい、そうですなんですよ。はい、で、女房と結婚するときに、はい、うちの女房がね、あの、原田さんが大好きで、はい、母さんと結婚したかったって言ったから、僕は、はい、いつかこう、原田さんと並べるところに自分がなったらいいなって思って、それを目指して、はい、だから、原田さんとこう、同じステージに立って、僕、話ができた時に初めて、あの時の夢が叶ったなっていうふうに思ったんですよね。それはなんかすごいことですよね。また原田真嗣さんにこう、つながるっていうところがすごいですね、社長が。そうですね。もう、あの、本当は、うちの女房が原田さん大好きで、あの、大学に行くときに、あの、広島の大学に行くって、なんでかっていうと、はい、原田真嗣さん会えるかもしれないって。広島出身ですもんね。はい、それだけのことで広島の大学を選んだ、行きたいって思ったっていうぐらいの。じゃあゲストでやっぱりそのね、お祭りで呼んであげたのも奥様のためなんですよね。そうそうです。素晴らしいですね。いつか原田さんと繋がるんだって思って、繋がることができたんで、ぜひ来てくださいっていう話だったんですよね。すごい。はい。まあ原田さんもちょっと貫禄が出てきました。うん、清本社長もちょっと貫禄が出てきました。はい。まあさてね、はい、そうして今やもうね、全国の学生が憧れる経営者のリーダーズアワードに、まあ昨年に引き続きノミネートされる。そうですよね。まあ、そういったね、はい、清松社長ことヨッシーですけどね。はい、今度はちょっと青春時代の思い出の曲ということでね、うん、はい、リクエストをいただいています。はい、それはイルカのサラダの国から来た娘なんですが、どんな思い出が社長あるんですか。実はですね、僕高校時代の時に、うん、とっても大好きな女性がいて、はい、その人が好きな歌がこのサラダの国から来た娘で、はい、もう僕イルカは全く知らなかったんですけども、はいはい、その人とあの付き合いたいというかお話したいだけで、うん、あのイルカの大ファンで、うん、レコード貸してくださいっていうのが一番最初その彼女と話したことだったんですよね。中津の方でですか。そうですそうです。じゃあ当時はもうまさしくやっぱりレコードだったんですよね。そうですね、そのね、人にこうこのレコードを借りてそれをこうテープレコーダーに落としてみたいな、でいつも聞いてて、あその子のことをいつも思い出してたっていう、
そういう思い出がある曲ですね。まあでも、ね、そこからね、またその会話が広がったりとかして、はいはい、その子と接点がこう ね、 うですね、近くなりますもん ね、 ね、うまいですね。まあ本当はあの内容的にもほのぼのとした曲なんでね。はい、はい、じゃあ、ね、聞いてみましょうね。それではそのレコードに針を乗せます。1978年、昭和53年、イルカ、サラダの国から来た娘。季節の変わり目さえ気づかないほどぼんやりしている、あなたに混ざりゲート集めてマフラー編んで、秋の野原をかけてあげたい。私あなたのところへお嫁に来ました。私の夢と心をカゴに詰めて、さっさっさサラダ、サラダの国から来た娘。あなたが眠ってる部屋の窓のカーテンをそっと開けてあげたい。そうしたらあなたは、うん、朝が一番好きになるはず。私あなたのところへお嫁に来ました。遠い国から来たのにあなたはお留守。さっさっさサラダ、サラダの国から来た娘。ここで待ってる、あなたが心を開けてくれるまで、膝を抱えて一人座ってる。私あなたのところへお嫁に、私の夢と心をカゴに詰めて、さっさっさサラダ、サラダの国から来た娘。イルカでサラダの国から来た娘をお送りしました。よし、いかがでしたか。笑顔で聞いてましたね。そうですね、本当に思い出、なんか当時思い出しますよね。はい、音楽ってなんか当時思い出すためにあるんですよね。ヨッシーの高校時代はどんな感じの少年だったんでしょう。そうですね、なんかあのなん
いつもいつもこう真ん中にいたような気がするんですよ。何をするにも悪くぼでも一番だったし、はい、なんか真ん中にいたような気がするなーっていう。もうお生まれというか学生時代もずっともう宇佐市で過ごしたんですか。中津南高校だったんで、高校は中津に行ったんですけども、なんかでも高校の頃なんか熱中してた頃こととか、どうですかね。結構僕物語を書いたりとか、はい、そういうことをよくやってて、で、国語好き、国語は好きだったんですよ。でも、僕、学校は、家業の関係で、建築家に行かないといけないということで、理系の、単位は取らないといけないし、でも、得意なのは、社会と国語なんですよね。そうなんだ。そう。そういうことがありましたよね。ちょっと紹介したいね、童話もありますしね。はい。はい。まあ、この曲はですね、はい、名残雪でブレイクしたイルカが、はい、雨の物語とかね、海岸通りとヒット曲を連発していた頃の曲でした。はい。ね、イルカもね、ファンが多いですからね。はい。さあ、では後半は、ヨッシーと共に思い出の曲にさらに浸っていきたいと思います。では、ここでインフォメーションコーナーです。皆様こんにちは。私ども朝日警備保障はあらゆる警備業務を通じて日夜皆様の安全をお守りいたします。また全社一丸となって防災を含めた社会全体への安心の提供に努めてまいります。当社は日出町に新たな研修施設をオープンさせました。明るい社会と未来づくりにかける人材を広く募集しています。また東京支社を拠点に首都圏での業務も拡大中です。朝日警備保障の事業・求人などに関しては詳しくは電話番号 097-538-1001 番またはホームページをご覧ください。以上、地元大分のセキュリティカンパニー朝日警備保障株式会社からのインフォメーションでした。朝日さあ、後半です、はい。今日は大分で一番元気で勢いのある経営者として注目されています。清松総合鉄鋼株式会社の清松義雄さんと共に番組をお送りしています。うん、よし、後半もどうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。いいね。いいね。いいね。清松社長もいろんなところでお話しされていると思うんですが、はい、社長が会社経営で今大切にされていることっていうのは何でしょうか。楽しくって、もう僕はまあ一番楽しいのが一番なんですけども、はい、うちの社員もみんなが楽しくっていうことが一番、僕が今目指しているところで、はい、承認だけで成り立つ会社っていうのをどうにか作っていけないかなっていつも思ってます。いや、うちのね、息子とかも今21歳なんですけど、はい、だいたい CM 見るとこの会社良さそうっていつも言ってますけど、ね、楽しそうでしょ、うちの会社ね。そうそう、ね、若者に人気ですよね。はい、でもこのいつも楽しくっていうところですね、はい、そういうこう経営の境地にたどり着くまでにはやっぱり結構苦労があったんじゃないですか。そうですよね、はい、まあ、はい、本当に苦労は苦労であったんです。もう話せば長くなるんで、はいはい、別の番組の時に話しましょうか。まあでも海外にね行ったところを呼び戻されてというですね、うん、そうですね、社長のすごい経歴もあるんですけど ね別の番組で会社のね、ホームページの方にもね、会社のヒストリーとしてそこもたっぷり書かれてますので、はい、そうですね、興味のある方ぜひね、ご覧になってみていただきたいと思いますよね。はい。はい。で、そんな清松社長のね、はい、思い出の曲、次はなんと吉田拓郎の結婚しようよ。うん、それからね、ペドロ&カプリシャスの5番街のマリーへと、うん、この2曲にリクエストをいただいているんですけど、はい、なんか強い思い出があるんでしょうか。ですね、私と、今の女房って、まあ、女房一人しかいないんですけども、はい、大学時代に実は知り合ってまして、はい、大学卒業した後、僕、東京の方に就職したんですよ。はい、で、東京の、会社に就職して、1年間、まあ、うちの女房は大分に残って、はい、僕は、東京に行ってっていう、はい、まあ、プチ遠距離みたいなことがございまして、はいね、はい、その僕が、東京に旅立つ前の日に、はい、結婚しようよっていう、この吉田拓郎の曲を歌ったんですよ。
そしたらですね、はい、1年後、3月28日に結婚するんですけども、はい、それまで、うちの女房、髪を切らずに伸ばしてたんです。暑いぞ この曲の中にね、はい僕の、僕の髪が、ねはい肩まで伸びて君と同じになったらっていうフレーズがございまして、はいはいそのフレーズ通り、うん、うちの、女房は髪の毛をずっと伸ばし続けたっていうのが、うん、この、吉田達郎の結婚しようよに関わる思い出で、もう二人ともなんか素敵ですね、うん、時代的には当時はね、はい、やっぱり結婚してくださいというような感じだったんですけど、結婚しようよというフレーズがね、はい、やっぱりこう流行ってきたのがこの時代だったんですよね。そうですね。こうね、男の方が選ぶっていう、はい、自由な感じのね、ちょっとそんな感じが、うん、この辺からちょっと ね結婚感が変わってきた時代でした ね、はい、なるほどね。ヨッシーは大学時代髪が長かったんですか？いや短かったんですけどもね、いやうちの女房はね本当にショートカットだったんですよ、はいはい今もそうですよね、うんはい、男の子みたいには短かったんですけども、はいこの曲からこう伸ばし出して、その後に、話す、はい、ペトロ&カプリシャスの5番街のマリーっていうのはどう、はい、なんでかっていうと、はいはい僕1年間その遠距離になったじゃないですか、はい、その時にあの自分の女房のことを思い出してカラオケで歌う時に5番街のマリーを、うんの歌で、はい、偉大が丘の陽子へっていうもし近いな偉大が丘の陽子さんね、偉大が丘あのうちの女房看護婦やってまして、はいはい偉大に看護婦だったんですよ。で偉大が丘に住んでたんで、で偉大学の陽子へっていう歌にして、もし、あなたが偉大学に行くことがあったら、陽子の家に行って、ちょっと顔を見てくれ来てくださいよみたいな、そういう話。そういう、歌をずっと替え歌で歌ってましたっていう。うわあ、私その偉大が丘の下に住んでたんですよ。確認。ああ、ちょっとそんな近いところにね、いらっしゃったなんて、ね。まあでもね、今の話聞いてても、やはりね、ヨッシーがどれくらいやっぱり奥様に対する思いが強いかっていうのがすごいわかりますね。今ももうだってね、熱々で、いいご夫婦ですもんね。ね、はい。苦労もずっと共にしてきた奥様です。いやそうですね。本当に素敵な奥様、はい。ではですね、はい、奥様も聞いてると思いますけども、当時のレコードで聞いてみたいと思います。1972年昭和47年吉田拓郎で結婚しようよ。1974年昭和45年ペドロ&カプリシャス5番街のマリーへ。僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら、約束通り街の教会で結婚しようよ、うん、古いギターをゴロンと鳴らそう。白いチャペルが見えたら仲間を呼んで花をもらおう。結婚しようよ、うん、もうすぐ春が天気を肩にお花畑の中を散歩に来るよ。そしたら君は窓を開けて絵符を見せる。僕のために僕は君をさらに憎むよ。結婚しようよ、雲の切れ間にお日様さんが見えたら、膝小僧を叩いてみるよ。結婚しようよ、うん、二人で買った日
緑のシャツを僕のお家のベランダに並べて干そう。結婚しようよ、僕の髪はもうすぐ肩まで届くよ。吉田拓郎で結婚しようよ、ペドロ&カプリシャスで5番街のマリーへお送りしました。はい、まあ、吉田拓郎はね、この曲のヒットの最中に自身も結婚をしましてね、もう吉田拓郎のように教会でスーツに身を包んで結婚式を挙げるスタイルというのはね、もう当時大ブームになったんですよね。ヨッシーもね、そうだったでしょうね。さてヨッシー、次があのね、もう
最後の曲になるんですけどね、はい、サザンオールスターズですね、はい、マイフォアプレイミュージックです、はい、まあ、この曲の選曲理由はどんなところですか。その女房とこう知り合った頃に流行ってたのがこのサザンオールスターズのマイフォアプレイミュージックなんですよ、はい、で、まあ、僕も女房もこの曲が好きですっていうのが共通語になってしまって、サザンオールスターズが共通語だったんですよね。なるほどね、まあ、やっぱりサザンの曲ってね、そういう時の本当にいい思い出になるんですよね。はい。はい、そのですね、やっぱり今日はあの、大好きな奥様のお話が多いんですけども、そんな奥さんとの馴れ初めを、実はヨッシーが、あの、童話にしてるんです。すごい。はい。そうなんです。これホームページで見れるんですよね。そうです。なので、それをまず1話ですね。うん、全3話ですが、はい、1話だけ私が朗読をさせてもらってもよろしいでしょうか。はい。それではお送りします。流れ星、その1。あなたは流れ星を見たことありますか？僕は一度だけ。女房と一緒の時でした。もともと僕たちはグループ交際で友達の一人として過ごしている時期が長かった。付き合い始めたきっかけって何だったかな？グループのみんなでいる時間よりも二人で一緒にいる時間がだんだんと増えて、いつの頃からか二人でいつもいるようになった。当時は僕のアパートはみんなのたまり場になっていて、誰かがいつもそこにいて、飲んだり騒いだりギターを弾き語ったり麻雀したり、そのうち仲間の一人に彼女ができて、その彼女の友達も仲間に加わって、みんなでご飯を作ったり部屋を掃除したり遅くまで遊んで、疲れた時はそこで雑魚寝したりして、女性と二人きりで一夜を過ごすなんてのはいつものことで、あまり抵抗がなくなっていたから、なんとなくいつも一緒にいることが多くなってもお互いの気持ちに気づかずにいた。でもそれも長くなるとなんとなく恋人気取りになってくる。だから愛し合ってるのか分かってからもキスさえできずにいたんだ。ある日車で夜景を見に行って、そこで彼女にこう言った。次に流れ星が流れたらキスしてもいいかなって。彼女は小さくうなずいて黙って夜空を眺めてた。彼女が夜空に目を凝らし流れ星を探しているのが分かったから、僕はもう許されているはずなのに、肩に腕を回せばいいだけなのに、助手席のシートが遠く感じた。緊張しているのが待っているのか戸惑っているのか、黙って星々を見つめる彼女の横顔は妙に無機質で気高くて冷たくて、僕はかける言葉が見つからなくて、サザンオールスターズのマイフォアプレイミュージックの軽快な音楽がやけに挑発的に暗い車内にこだました。見つめ合って髪に立ちを両手で君の背にスパッチを、こんな調子で恋にフォープレイさせて、 No, no, no 他人同士でいつまでまでもグッと感じるわけない、 Oh, 君を切なのままに Let it be, let it be 無理をしてるばっかの女色のめり込める間もないよ、to let me in, cause I'll never hurt you no more, baby. 見つめ合って髪に立ち、両手で君の背にスクラッチ、こんな調子で恋にフォープレイ。今のあなたを最高に輝いてみせるジュエリー、そのフォルムや付け心地の良さを心ゆくまで追求いたします。お気軽に何でもご相談ください。皆様に愛されて42年、ガレリア竹町宝石専門店ジュエル9号。
上坂ゆめ、ゆめみだか、絶賛発売中。アナログに恋してる、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。いやー、今日はね、元気あふれる清松総合鉄工の清松義雄社長と一緒に番組をお送りしてきました。はい、どうもありがとうございます。社長、私の朗読どうでしたか。あ、いや、最高でしたね。いや、みんなこの後相当気になると思うんですよね。はい、はい、これ、あのね、よし清松フェイスブックやインスタで検索しましたら、うん、この動画出てくるので、はい、ぜひこの2人がこの社内でどうなったかですね、うん、そうですね。はい、ちょっと閉じた空間にしてますんで、はい、申請してくださったら僕誰でも、はい、許可しますんで、ね、ぜひとも、はい、ドキドキしますね。本当に素敵でした。さあ、この番組をね、はい、清松社長と同年代の方もたくさん聞いていらっしゃるんですけど、はい、最後に一つ、ね、毎日の生活で、社長が一番気をつけていることっていうのはありますか。誰よりも楽しむっていうことですね。で、僕が誰よりも楽しむだけでなく、僕が誰よりも楽しむためには僕の周りにいる人を笑顔にしないといけないんですよ、はい、だから僕の周りにいる人を笑顔にすることにはどうすればいいのかっていうことをいつも考えてるっていうことです、ね、それがこう広がっていくんですよね、はい、はい、ね。まあ、でも社長はいつも元気なんで、うん、今日もいっぱい力をいただきましたね。いただきましたね、はいはい、楽しくいきましょう、はい、さあ一郎さん、来週は、はい、この番組らしい企画、夢で会いましょうと題してお送りします。分かる人には分かる懐かしい曲がたくさんです、はい、よかったです。では皆さん、この後も素敵な日曜日をお過ごしください。お相手は佐々木久子と太田一郎、そしてよっしー清松でお届けしました。はい、ありがとうございました。皆さん、さようなら。この番組は警備の総合プランナー朝日警備保障、大分竹町園田布団店、阿蘇九十国立公園に佇む総合リゾート木島高原、ふるさと大分の宝石店ジュエル九宝、富士プロダクション、以上各社の提供でお送りしました。